表彰を受けることができるのは、この長きにわたってご支持をいただいたお客様たちのおかげだというふうに思っております。今後も従業員と心を合わせて力を合わせて精進をして、地域のお客様の方たちのお役に立てるように一生懸命精進、これを一つのまた契機としましてですね、地域を巻き込んだ地域グルメの独自産業化というものを目指して頑張っていきたいと思っております。この後もですね、大変厳しい時代ではありますけども、それぞれ、皆様方におかれましては、日頃のさまざまなその努力をさらに前に進め、この厳しい時代をですね、乗り切りながらますます発展をなさることを心から記念申し上げまして。